金属の塗り方講座、巫女鈴を着彩。各パーツごとにレイヤー分けして下地を塗っていきます。着彩は主に濃い水彩を使っていきます。円柱の立体を意識して影を塗っていきます。基本的に下地のレイヤーの上に明暗レイヤーを作ってクリッピングマスクをかけます。これで明暗をつけてもはみ出しません。この場合、面の下の部分は最も暗くなります。まずは影から攻めていきます。オルトキーでスポイトになりますので、このスポイトで色を拾って着彩していきます。物体の厚みを考えて側面を塗っていきます。側面との明るさの差を出しましょう。鈴は基本9を基本に塗っていきます。底面が一番暗くなりますので、真っ先に塗っていきます。ガシガシ塗っていきます。中の棒状や円状の物体もやはり底面が一番暗くなります。
金属の質感を出すには周りの映り込みを意識してあげる必要があります。ハイライトの隣に濃い影を入れてあげるのも良い方法です。映り込みを変えていきます。映り込みをぼかしたいので消しゴムの柔らかめで消します。筆圧をうまく調整して色をぼかします。
線画レイヤーの透明ピクセルのロックにチェックを入れて塗りつぶすと、線画の色を変えることができます。線画を修正しています。完成です。チャンネル登録よろしくね。